あ、どうも、こんにちは、ゴリです。今回ですけども、ビルダーズの体験版のパート9やっていきたいと思います。まあ、前回ドラゴンに、ボロ雑巾のようにね、負けまして、まあもう、挑まないです。もう二度とね、二度とはかわかんないです。とりあえずもうこいつ話そう。おお、旅の扉を開いたのだな。素晴らしい。なんと神秘的な輝きだ。扉の光は今お主が求めるものを得られる場所につながるという。俺めっちゃ強いべき欲しい。ロト欲しい、ロト。ロトの剣くれ。光る。お主には旅の扉の先で、物を作るビルダーの証とも言うべき大木槌の作り方を。うーわ、来た、武器や。大木槌、メルキドロクによれば大木槌なら硬い木や岩をも砕き素材にできるという。おお、あのでかい木とかが。木や岩の他にも新しい場所には新しい素材がたくさんあるだろう。新しい素材で新しいものが作れる。そうすればすごいところで話しようけど、今思ったら見て、この場所よ、場所。もっとちゃんとしたこと話すよ。ほう、魔物の大木槌なら知ってるはずだ。大木槌の作り方を探り、実際に作り出して、我がに見せてくれ。うわぁ、来た、大木槌作りましょうってことで。行きましょうか、じゃあ。すまん、行きまーす。旅立つ。あー、懐かしい音楽。てーれーれー、一緒やな。文字で体験も遊べるのはここまでになります。続きは製品までお楽しみください。とんでもないところで戻されますやん。大木槌作りたいですやん。作れませんやん。あー、そういうことか。こっから先は、もう、製品版頼んでくれと。まあ、確かにそうやわな。いやー、ええとこまで行けたけどな。じゃあ今回何しようかな。まあちょっとね、ストーリー自体終わったんですけど、ぶっちゃけちょっとこの家、ちょっともうちょっとちゃんとしていきたいなと。自分なりにちょっとアレンジしてみようかなと、思います。結構ね、ちょっとまあ、いい感じに家仕上がってきてるんで、この調子で、土置いて、ちょっと家仕上げていこうかなと思います。まずちょっと外壁かな、やっぱね。外壁やな、これ。まずね。まず外壁とりあえずね、整えましょうか。よし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 。お、これあるだけでも家っぽくなるからな、だいぶ。うん。見てほら、見てほら。外壁あるだけで全然違う。まあ、とりあえず、どこまでこれ。どこまでや、あ、ここまでか。ここまでね。ここまでですねーと。外壁とりあえず作っていきましょうか。俺はもうここ、塀作ったのか。おい。いなくて棒では。ほいほい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 ほいほいほい。ほいほい。いいねー。よしよしよし。よーし。で、ででと。お、いいね。ああ、でもちゃんと、いいね。ええぞ、これ。この辺ちょっと崩していこうか。え、崩れへん、これ。あ、これ崩せへんのかよ。くそ、どけよ。まあ、ええわ。お、ほっ。ほっ。よーし。まあ、ちょっと崩せんやつはね、もう使っていき、その素材を活かしながらいこうかなと、思います。あとま、なんかこれやってほしいとか、ちょっとこれどうなんか気になりますとかっていうのがあれば、コメントでください。あ、下ってそういえば掘れるんかな、これって、下。あ、これ一番下なん、これが。下ってこれ掘れるん、今思ったけど。この下って掘れへんよな、今思ったら。下への掘り方今思った知らんな、俺。よっ。よっ、よっ。オッケー。よいしょー。よし、これでだいぶ。まあまあ、土ゲットしたんで、置いていきましょうか。ミスター。空腹ゲージすごいわ。空腹ゲージがすごい。やっぱ倒れそう、俺、空腹で。倒れそう？マジで？やばい？ここは飲めとかな。よーし。まあまあ、いや、空腹ゲージで。空腹なんて HP が1ずつ減っていく。みたいですけど、その毎ターン減らないんで、まあ別に気にならんかなっていうぐらい。ですね。無視しましょう。よいしょ。ほほ、ほほ、ほほほ。どうよ、これ。あ、なんかあってもだ。
よし。どうこれ？よくない？普通に。よっ。おお、いいね。あ、惜しい。もうちょっとで完璧。外壁。いやー、すごいいい感じ。ついでにちょっと飯も欲しいな。飯も欲しいんですけど、飯ないな。よしよっしゃ、今から、縦横無尽に作っていくで、わいわい家を。この限られた素材でね、作っていく感じ。まあ、クラフトに慣れておこうかなと思いますね。この、体験版の時に製品版でスムーズにいけるように。よいしょ、よいしょ。ねえもんな。飯がねえんだよ、飯が。飯に困る。すごい。食料なんや、ほんま。OK！ え、これ、それらしくなってない？だいぶ。これ、上のさ、屋根つけれるんかな？ちなみに。やっぱ屋根も欲しいよな。ほら、いい感じじゃない？ほら、ほら、見て見て見て、ほら、見て。ほら、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 ほら。で、個人的にはここもね、ちょっとまあ、軽くね、広げていきたい。よし。靴専門にとりあえず一回壊してね、自分でオリジナルで作っていきたいから。よし。ここもね、平地を広げていくか作業。よいしょ。よいしょ。ほっほっ。よーし、だいぶ、これ壊せへんやつ、壊せへんやつやから、この辺はね、壊せないんでね。ほい。あ、壊れちまった。コンボ出そう。ほいほい。いいねー。でれでれでれジャンプ攻撃できるのいいよな。ほい、オッケー、いいね。ほほ。まあ、ここはね、段差があっておかしいから、どう考えても。縦横無尽に切っていきます。バッサバサね。よいしょ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 。よし、だいぶ、いったんじゃないですか？またちょ、あいつ、ロランドが寝とっとうからな、あいつ。あかあか、先に、俺が先に行くんだ。よっしゃ、行くぞ！やったー！悪いな。すまんな、ロロンドよ。お前の寝床は向こうなんだ。てがてがてってんてーん。じゃ、目覚めまーす。よいしょ。さて、じゃあ、どこの部屋から使わせさせていこうかと思ったんですけど、まずここ埋めていこうかな。うん。ミスった。かあれ、あ、そう、これでやっていくんか、これ。ほっほっほっ。なるほどね、埋めていける。いいね、埋まっていくよ。ステップ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 、ほっ。おー、いいね。やっぱ穴開いとったら家らしくないけど、あの閉じた瞬間、このも家らしくなるかってぐらい家っぽくなったぞ。ほらほら、見て。おお、いいね。で、ここ若干、あー、でもここ階段があるからな。これ壊せるやんな。お、階段取れるやん。取れるやん。まあ、ここはこうで。これでいいんじゃないですか？ここいらんな。ここいらんから、削って。この破綻ところはちょっとかっこよくしよう。個人的に思ってたんで。こんな感じかな。で、階段をここにつけてやろうと。どうこれ。あー、でもちゃう。2マスかー。あー、じゃあこれ別に、ここを土置いて、置いて。あー、でも違うな。なるほど。微妙なところだ。くそー、微妙やな。3マス空きになるもんな。もう一個階段があったら完璧なんやけど、ここで3つにしてな。階段もう一個ないんかよ。あ、作れっか、もう一度階段別に。あ、でも石ねえから無理か。もうそれは無理か。さすがに無理ですな。石の階段作りてえな。くそ、階段がねえんか。じゃあデザイン的にどうしようかなって感じなんやけど。まあ、階段で上がっていくっていうのはまあ硬いから、ここ。まあ、どうしようかな、じゃあ。
ここへこましとところなんやけども、まあここはじゃあもう普通にしようか。じゃあ、まあ、こんな感じで分けるっていう手もありっちゃありかもしれん。あこれでもええやん。あいいねいいね、かっこよくなったんじゃないこれ。だいぶこれしようか。じゃあ、うん、こうしよう。まあ、この辺はもうね、ちょっとこの石ないの。おい、邪魔邪魔。おい。一応石壊せるんは壊せるけど、素材にはできんっていうことですね。これなんだろう、なんか大理石みたいなやつ、これ。石邪魔。こいつも邪魔やな、石。おい、こいつは壊れんの。あ、こいつ壊れへんわ。こいつは壊れへん。よし、だいぶ敷地広がってきたんで、とりあえず今回聖地会ですかね。次回とりあえずここを広げていったんで建物建てていきたいと思います。まあ、拠点レベル3レベルを目指してみようかなと思います今回ね。地味に、うん、おお一気に、これ気持ちいいな、一気にいけるとき。てい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 、てらてら、よし、上見て、うん、オッケー、うん、まあラスト時間あるから軽くちょっとなんか作ろうかな。ここら辺に部屋作りますかね、ちょっと一部屋、うん、作ってもいいかな部屋を。一部屋どうだね。あ、壊れてもだ、まあ、ただコンボまだあるんだよね。よーし、ちょっと一回軽く寝よう。HP がやばい。HP がやばいやばい。HP がやばいっすわ。ちょっと軽く昼寝して。で、拠点レベルを上げるべく、作っていきます。いざ参る。家作り。どういった家にしようかいの。なんかこれを使いたいってやつが、今こんだけ使えるから、松明はね、多分ね、使い勝手がいい。焚き火も結構使い勝手いいかなって感じはするんやけど、俺的には。あ、てかこれまとめて作れるやん。三角押したら。あ、すげえ。まとめて作れるよ、これ。一気に作れますね、これ。まあでも、ただ一気に作ったらちょっとアイテムオーバーになるんでね。まあ最低限のとりあえず家を作ろうかな。一人部屋かな。収納箱。壺いるな、これ。これ結構ね、使い勝手がいいんですよね。収納箱も。壺しかも点数高いからな、これ。これが50ポイント。あ、でかいな。倉庫みたいなとってもいいかも。宝扉みたいな。宝の部屋みたいな。よっしゃ。オッケー。よし。どきな。で、てかこれ別にさ、これちょっとここ、あれじゃない?これでさ、ここ一番、これでよくない?普通に。って思ってしまった俺は。で、これで松明をここに置いたらいいんじゃない?これで。まあ、むしろじゃあここもいらんわな、別に。じゃあ。まあ、こっちの方が今広々としようから、まあまあ、いいんかわからんけども、あーでもここ2個並べとくか、たら、あえて壺2個並べるっていう。2個並べ。なんで、ここも壺にしよう。で、ここを、松明。あー、これ焚き火。あー、でもここ松明がいいかな、やっぱり。ここ松明やな。よいしょ。まあ、これはこれでいいわ、松明で。で、部屋ですけども、この横にここ、隣接する部屋、作るか、こっち側ですね。逆にこのブロックを利用しながら、何か作れたらなっていう感じもしますけど、まあ、使えるもんって言ったらもう土ぐらいなんで、多分これね、うん、若干ここな、ちょっとなんか祀っとるみたいな感じがいいな。祀っとる感じ、あ、ミスった。ミスった。ミスった。よし。祀っとる感じでいきたい。この石を、祀っとる。おお、いいね、いいね。おお、いいね。で、扉をつけずに、あえてこう祀る感じでいこうかな。松明ここ置いていこう。ほい。見せた。ここ、ここ。こんな感じどう?これ。あ、じゃあ見せた。松明な。
起こすわ。おお、いいね。ここも置くか。こう。これが、松明部屋。で、この部屋を、さらにちょっと拡張して、この辺からかな？あー、ちゃうな。ラストちょっと一部屋作ります。ほほ、ほほ。よーし、これぐらいかな。ほほ。で、こんな感じの部屋を作りましょう。で、まあ、ちょっとね、怪しいところに扉が立ってるっていうね。ちょっと怪しい部屋。はい、空き部屋完成しました。これが、まあ、もう一つ目の部屋かな。俺的にね。で、まあまあ、ここで、焚き火をね、まあ真ん中に置いとこうかな。ここに置いて、で、あ、でも真ん中置こうか、これ。焚き火真ん中置こうか。こういう真ん中にドカンと置いときますか、焚き火を。あ、でもベッドさ、どっか置かなあかんな。ベッドはこの日の当たるところはいいっぽいから、ここら辺かな、やっぱり。ベッドは。ほいよっと。うん、わらベッドいいね。焚き火もまあこの辺で、できますよって感じ。まあこんな感じかな、家的には。これ邪魔やな。よし。あいつ10ポイントあったん？マジかよ、あいつ10ポイントあったんかよ。お、1個だけなんかちょっと石じゃないから。置いとこう。で、松明を、まあまあ部屋に飾っていきましょうかね。まあこれ最後の、端に置いといた方がいいかな。よいしょ。まあまあいいんじゃない？これで。まあ、わらべってもう一個置いてもいいけどな。個人的には。まあ、松明この辺にも置いてもいいけど。よいしょ。まあ、これ端っこじゃなくてもいいわ。これちょっともうちょっと一回。松明と、まあ、どうしよっかな、ここ。松明。松明。割られるとちょっともうちょっと置くか。あえてここちょっとこういう感じで寝させようかな。こう。あえてこういう感じで寝るっていうね。ああ、これはまあこれでまた、いいかもしれん。焚き火をもうちょっと真ん中に持ってくるっていう感じで。焚き火を中央に持ってきて。ああ、この辺かな。おい。で、松明を、左右にも置きまーす。おいよ。で、こっちもと。あ、もうね。まあまあ、こんな感じの。うん。ちょっとまあ、祠っぽい。祠じゃないけど、なんかを祀ってあるっぽい部屋。が、完成しました。まあまあ、今回はこれで、とりあえずね。まあ、もうストーリー進むことないんでね。あとはまあ、コメント等でなんか、リクエストがあれば、それやっていきたいなと。まあ、自分でもなんか、これやりたいなとか思ったやつをやっていこうかなと。まあ、とりあえずこの家、ちょっと天井とかも一回作ってみようかなって、思うんで、まあ、軽く、やれることやっていこうかなと。思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。